今日は包丁の使い方についてご説明します。ななちゃん、じゃあじゃがいもを切ってくれるかな。はい、どうした。ななちゃん、切れない。切れないね。小さい子供はこういった硬い食材は丸々では切ることができません。そんな時はまずは半分に切ってあげましょう。手気をつけておいてね。食材を半分に切ってあげます。そして小さくしてもう一度挑戦してみよう。上手だね。左手は猫の手で切っていきます。そして包丁にいっぱいついた食材は滑り台、まな板にしっかりと刃先をつけて落としてあげます。そうすることで刃先で手を切ってしまうということがありません。さあ、じゃあ奈々ちゃん、どんどん切っていこう。前から後ろに切っていこうね。そう、上手にできたね。そして滑り台、上手にできた。じゃあ今度は人参も小さくしているので、これで調整してみましょう。お願いします。左手は猫の手。この時お父さんの手がピョンと出てしまっていることがあります。それも気をつけてしっかり猫の手で切っていきましょう。ななちゃん、よくできたね。